私は夏石万葉さんの最新句集、14句集ですね、第14句集、砂小屋書房から昨年、2012年の10月にですね、刊行されました、プラカードについて、感想を述べます。夏石万葉という俳人についてなんですけれども、吉本流明がですね、その著書の詩の力の中で、詩の力という本の中でですね、一足飛びに西洋の現代詩と同じ次元の表現をしたい、そういうモチーフを持っているということと、これまでの前衛俳句が試みてきたことを全部やってみようとしている、こういうふうに言ってるわけですけれども、私は、夏石万葉は、俳句にできることは全部やると、そういう俳人ではないかというふうに思っております。雪降りや神々使者の数知らず、この句はいわゆる勇気提携ですね、そういう句もあるということです。生は死か死は生か水漏れの音、この句もですね、ちょっと季語はないのかもしれませんが、557、17時、熊田狩りということになるんでしょうか。またどういうことをですね、どう読むかということでも、吉本の言うようにですね、西洋の現代史と同じ次元、前衛俳句が試みてきたことばかりではないと、夏石万葉が読んだのはそういうことばかりではありません。ブラックカードの中で、雲から雲へとこういう、部分があるわけですけど、ここは、福君、お父さんですね、を見取りながらの、吟詠が中心になっておりますけれども、父と子という関係の中で、生まれてくるその、夏石万葉個人のですね、叙情を読んでるのかなというふうに私は思うわけですが、これ前衛かどうかとか、そういったことはその不問にしてしまう、素直さ、句を読むときの、素直さがあるというふうに、思います。具体的には父の目は祖父の目、その奥のさざ波、母の遺体の前で崩れる、亡き父の靴、非常に私は素直だというふうに思います。で、定型俳句にですね、こだわる俳人、よくやってるんですけど、その字数を合わせるためにですね、手におはを操作したり、あるいはその活用形ですね、動詞の活用形をですね、適当に操作すると、私から見ると結構そのさまつな遂行にですね、労力を費やしているように見える時があります。ただ夏石万葉もですね、その手におはとかその活用形の操作ということをやっておりまして、人々騒ぎ空き地の空き缶から不臭、こういう句が、あります。この句なんですけど、人々騒ぐ空き地の空き缶から不臭と、こういうふうに、例えば私なんか読んじゃうかもしれません。そうするとどうなるかって、これも極めて凡句で、なぜかっていうと、終止形さ、騒ぐではなくてその連用形騒ぎとしたことでですね、原因と結果、因果関係ですね、原因と結果が逆転してるんですね。人々が騒いだから空き缶の中から不臭が出たというのは人々騒ぎ空き地の空き缶から不臭なんですけれども、人々騒ぐとなると、空き地の空き缶からですね、臭い匂いがしてきたよと、それで人々が騒いでると、非常につまらない、その句になるんじゃないかと私は思っています。で、繰り返しになりますけど、夏石万葉の本領は、俳句にできることは全部やるということだろうと、その中の一つに、俳句で神話、あるいは黙示録をですね、読むというようなことをやっているように思えます。泥沼へミイラを落とせば折れる親指、神の複数を人類の単数が汚染する、宙吊りの女煙を吐いて父を呼ぶ、私は神話だろうというのを思いますけれども、最後の句、この場合のその父なんですけれども、私の父なのか宙吊りの女の父なのか、父なる神なのか、
その解釈の仕方次第でですね、いくつもの、違うその物語が浮かんでくるわけですね。で、神話とか黙示録っていうのは解釈してみたいという欲求をですね、読者に呼び起こすもんでなければならないんですけども、それではその解釈にですね、正解、これが正解というようなですね、解釈があるのかどうか、そういう解釈を許さ、これが正解という解釈を許さないんですね。多様な解釈が可能であると、多様な解釈をしてみたいという気持ちを起こさせるということが大事なんであって、夏井さんの国はそういう句がたくさんあります。で、その結果どうなってるかっていうと、夏井さんの俳句は難解というようなことがよく言われるんではないかというふうに思います。で、その解釈できるかできないかとか、前衛か伝統かというようなことだけが、俳句ではないわけで、さらに言えば、この緩やかな大敗、北へ春の雪、杉花粉と放射能飛び、杉花粉と放射能飛ぶ風の街角、原子炉を見下ろす富士は赤裸、赤裸ですか、はい、私は関田というの赤裸です、ジャックは地下へ降りるバイオリンの箱の底から、これらの句は、文明の敗北を読んでいるんだろうというふうに思います。あるいはその人間の愚かしさをですね、読んでるんだと思いますけども、極めて合法です。で、この時代への鋭い目ということもですね、夏井氏俳句のその優れた特徴の一つというふうに思いますが、つまりここではその批評ですね、俳句による批評ということもですね、俳句にできることの一つというふうに考えたいと思います。暖房完備の全教室にプラスチック人参ぶら下がると、指令を欲しいままに発する脂肪の塊の濡れた唇、この肉もこれも、批評の句だというふうに思いますが、この肉はですね、構造といいますか、その仕組みとして、俳句でありながら、29音ですね、ですから、ここではその短歌ほどの長さであっても俳句が読めるということにもですね、注目しておくべきではないかというふうに思います。そして、鳥、海の世界というそのグループもあるんですけども、これは楽に言えば、秘仏珍視の楽しみかな、そういうことも俳句にはできる、カラスと一緒に夕日は叫んでみたくなる、カエルアンコウ飛び入る穴なく海底砂漠、ニコチンの闇のアンコウは、幽霊ではないというような句があります。で、海の世界ではですね、これは極めて例外的なんですが、アンコウが2回読まれています。いいか雑談になりますが、私はブログでシシアンコっていうその死語を使っておりますし、タバコも吸いますので、個人的な見解で恐縮ですけど、私は大変この句に惹かれております。以上、ブラックカード、完食はできません。5分で喋る、今もう6分ぐらいになってるかと思いますけども、完食できず、その俳句にできることのつまみ食い になりました。どうも失礼しました。はい、私の完食です。ありがとうございます。